リキタロットリキです。また一つリクエストの方をいただきました。お二方とも両方とも占ったことがある方です。鍵山優馬さんと宇野紗馬さん。このお二方の相性を占ってほしいというリクエストをいただきました。リクエストありがとうございます。 確かにちょっと気になりますよね表向きはとてもすごく仲良しなお二方ということで知られています私もなんかそんな動画を見ましたすごく仲がいいなっていうような。ただ実際のところどんな関係性なのかな気になりますよね でまずこのお二方の関係性を考えるにあたって今プロに転向されました羽生る氏のポジションを考えるべきなんでもともとは羽生さんそして宇野昌磨さんそしてちょっとまあ若いちょっとっていうかもうだいぶ若いまだ高校生ですよねあの鍵山優真さんこの三角形なんですね。で宇野昌磨さんと鍵山優真さん の上に三千と輝いていたのが羽生結弦氏なんですよで、この三角形のパワーバランスが整ってたこれがこうパワーがバランスがこう成り立ってたんですねそれがもう今羽生羽生氏がオンリーワンであるはずの羽生氏がもう抜けることによってお二方だけになってるわけなんですだ前までのパワーバランスと明らかに変わってるんですね 前は非常に仲が良かった。そして今も仲がいいとで実際のとこどうなのかって宿用のホロスコープで言いますとこの関係は一番悪い一番厄介と言われている安戒の関係です。これより湧水,水の関係はこうなんとなく惹かれ合う惹かれ合ってくっつくんだけれどもまったりして減衰してしまう。 すすごく居心地がいいんですよ有水はだけどレベルアップが求めないこれが悠水の関係でこの悠水の関係より厄介って言われてるのがこの安慰の関係なんです安慰の関係はどういうものかというと強烈に惹かれ合うバシバシに惹かれ合うそしてお互いがお互い滅んでしまうと破滅してしまうとそういう関係なんですね。 だから惹かれ合うことはすごく惹かれ合うんですよ。ただ、本当に良くないんですよ。前世で敵だった間柄とも言われてます。それが現世でまた出くわすと。安泰の関係になるとも言われてるんですね。だから非常に厄介。ただ、本当にこうバシバシにこう悪いだけだったら、まあ、お互いに近づかなきゃいいだけなんだけど、強烈に惹かれ合うんですよね。これが厄介なんですよ。で、こちらのカードが。 宇野昌磨さんそしてこちらの若いページの方を鍵山優馬さんとしておりますこの2枚でさらにここにハートを添えましょう脈打つ人としてのこう生身の感覚を添えますあんでこの「暗」「解」の関係なんですけれどもどっちがンでどっちが「イかとまあ両方とも結局良くないいわゆるもう大凶の間柄ということになっちゃうんですけれどもまず「 鍵山ささんんから見て宇野昌磨さんが安ですだからどちらかというと宇野昌磨さんにこの関係は、まあ、どちらかに利があるかというばメリットがあるかといえばメリットって言い方おかしいかもしれないけどどちらかというと鍵山さんからすると安「安」の存在で宇野昌磨さんがすごく居心地がいいんですね。 と頼るような感じになる。で、逆に宇野昌磨さんから鍵山さんを見ると下位の存在なんですよ。この関係を続けていくと、宇野昌磨さんはどん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 こう誇んでいくんですね。こう弱体化していってしまう。そんなイメージ。これはなんか簡単に見た。暗海の関係で、もう少し深く、お互いの明理方の名利を見ていきますと。 まずですね、鍵山さんから見て長縮のあそうで言ってなかったねまだうんと鍵山さんが寄宿、そして宇野昌磨さんが長縮の方ですでまずこの寄宿の鍵山さんから見て長縮の宇野昌磨さんなんですけれども ひょっとすれば母性を感じるぐらい安心感を得てるような気がします、ね、安心感こう宇野昌磨さんに対する安心感の中に母性を見出すぐらい安心感を見ている寄宿の鍵山さんから長宿の宇野昌磨さん見たとき逆に長宿の宇野昌磨さんから寄宿の鍵山さんを見たとき ここがちょっと難しいかもしれませんよね。鍵山さんが不採に入ってるんですね。宇野さんからすると非常にパートナーとして。重宝してるパー,パートナーとしてすごくこう。頼りにしてる。で、しかも負債を注文が乗っかってきてるんで、このパートナーシップに。 執着しすぎてしまうと、宇野昌磨さんはちょっと危ないかもしれませんね。ただ実際には、まあ、安海の関係で。まあ、やや鍵山さんの方に部があるんだけれども、ただ。 宇野昌磨さんは長粛で非常に強い粛でかつ命理もちょっと複雑な命理持ってますのでもし自分がやられると思ったら必ずファイトバックしますだから結果両方とも悪いんですよ両方ともこう滅んでしまう関係性ということになってるんですポイントとしては鍵山さんからすると宇野昌磨さんにボス性すら見てる非常に安心感を覚えて頼っていると逆に 羽生譲る氏亡き後の競技のフィギュア界で宇野昌磨さんは鍵山さんにすごく信頼を置いてるパートナーとして頼りにしているこ,こに執着しすぎてしまうとこのまま鍵山さんにしてやられてしまう可能性があるそういう間柄になってますねたださっきも言いましたけど実際には宇野昌磨さん必ず気づきますんで。 このままじゃいいけないと、まあきっちりこ競り合うアんは競り合うと、まあ、当然っていや当然ですけどね子どもの頃から自己連磨そして他者との競い合いの世界にいるから非常に高度な次元でリンクの上とプライベートの切り分けっていうのはもうできてらっしゃると思うからここの判断も間違うってことはまずないとは思うんですけどただまあ祝謡の命理上は一見仲が良さそうなんだけれどもそういう。 間間柄なんです安戒の間柄ななんんでですすのちょっと面白いでしょね一見すごく仲良さそうに見えるんだけどそうなの実際一見っていうか本当に仲いいんですよそれぐらい惹かれるんですよただお互いにこう滅んじゃうんですよこの仲の良さに執着しすぎると鍵山さんに関してはもうまだ若いしまだお父様のご加護の中にいると思うんですね で寄宿で月曜,日月曜日生まれの寄宿の方でね非常に徳が高いんだけれどもその徳の高い世界からおっぽり出される目を持ってる、ね、自分がいる世界からこう出て荒れ地を生きることでまたこう伸びてくるで今お父さんのこう枠組みの中にいるんだけども父親のやっぱりこう世界観の中にまだいるんだけど本当に父を超えた時にまた鍵山さん伸びますよ もう全然まだ高校生でしょだってすごく若いから本当にまだまだこれからの人ただ宇野昌磨さんはもう年齢的にも本当ラストスタンドだと思うんですねだからやっぱ鍵山さんとのこう折り合い関係の折り合いっていうのをつけてもう最後の自分の見せ場競技人生の見せ場を絶対に落としてはいけないと思う、まあ、絶対に落とさないと思うそして <laughs> そして落とさないと思いますええ まあこんなだから主要のこう関係性というとこんな感じなんですねさてでタロっていきましょうかどうなんでしょうねだけど羽生さんがいた時のこう三角形のパワーバランスから羽生さんが抜けて今2人だけになってる当然そのパワーバランスかつての お互いの間柄<も>まあまずいと思うんですよね。前羽生さんがいた時はそれで良かった。ただそれを引きずってるようではまあつかの間はいいかもしれないけど行くやっぱりまずいわけなんだよね。新たなこうパラパワーバランスってのを作らなきゃいけないわけ、ね、で。今年はあの長宿の宇野昌磨さんから見ると今年ちょうど。だから今は相当鍵山さんのことをやっぱり。 うん、頼りにされてるような気がするん、ね、ですごく。いや、し、では、祝用の間柄踏まえまして、安海の間柄踏まえまして、改めて、お二方の関係性、その周りに流れるエネルギーの磁場見てみましょう。 めバランス取ってますね <laughs> うん今は非常に制御が効いててコントロールできてるいいバランス取ってますオッとゴーうんただ羽生さんがいた時のパワーバランスついこの間までの三角形のパワーバランスはもう壊れてますよ 二人はもう投げ出されててますよって新たなバランス態度ちょっとだからやっぱり今後のバランスを考えないと今まで通りの方で言っていると憂いを帯びてくるといったところでしょうか逆名語対シャドウで入れますドンそれでも過去の今までの関係性にすがりつきたいというような力が働きます 逆の5、うん、それに執着しこだわるか頑固にこだわりすぎているようだとタイトうん失速するお互いに低調に陥ると。 まあ情熱を失うとまではいかないけどもしくは情熱が空回りするというような感じかなまあよくないんだよねやっぱり。陰陽でいうと、まあ、陽の側に鍵山さんがいるとして鍵山さんに関してはどちらかというとまあアグレッシブに、まあ、まだまだ若い。 だけど宇野昌磨さんがこの流れを読み切れないとちょっと過去対抗的なセンチメンタルを帯びてしまうかなという感じですね最後一枚いきましょうドンうんやっぱり今までの関係性っていうのはもう気づけなくなるね仲良しこよしじゃいられない といったカードでしょうかうかんまままあそのままだね本当にただやっぱりだけどね子供の頃からこう切磋琢磨の世界もうキリキリのトップオブトップでせめぎ合う世界にいるから、まあ、当然リンクの上プライベートの切り分けもできてると思うから。 まあここら辺の判断間違うってことは絶対ないと思うんですけどねただちょっと要注意は宇野昌磨さんかもしれないね鍵山さんと競り合うとちょっとやや分が悪いのは宇野昌磨さんかなただ宇野昌磨さんはやっぱ長縮で強いそして独特の名誉持ってるまあ当然気づいてファイトバックするからうん次のなんかこう競技の試合はすごく本当に楽しみどっちか分かんないんじゃないですかだけど この間は鍵山さんがだ鍵山さんが銀で宇野昌磨さんが銅だったんですよね。で,で,で,ねで今回次分かんないんじゃないですかだけど本当どっちがどっちなのみたいな。宇野昌磨さん絶対見せてくると思うからね次。なんていうのかつてあの、まあ、名前が出てこないけど稲葉馬があったじゃん。 なんか驚きがもう新しいもう名前がごめん出てこない <laughs> あのあ浅,田浅田じゃないけど新しいそう若いさ女性たちのスケーターが出てくる中で荒川さんか荒川さんが稲葉ウ見せたじゃんであれはフィギュアスケートを知らない人でも本当に美しいと思ったと思いますよ私も <laughs> すーげえ美しいなと思ったん、ね、でだから宇野昌磨さんもだから若い世代がこう台頭してくる中で最後に多分見せられると思うんだよね 今年のみみみたたたいいなな積み上げてきたみたいなそこら辺がだから次、うんまあ、見,見どころじゃないですか鍵山さんか、まあ、宇野昌磨さんかみたいなね本当に分からんと思うようんまあこんなん出ましたはいただねお二方ともね結構やっぱオフローダこう順風満帆な名利ではないんで やっぱり強いですよね宇野さんはまあこの間まあ占った通りだし影山さんもこの間占ったんだけど岸くでも羅ビ日生まれでこう月曜日の羅ビ日生まれでちょっとやっぱり、うん、特殊な名誉持っててさやっぱねお二方も強いんだよねやっぱり強いからこのし上がってくるんだよやっぱりうんいいねだけどこのパワーバランスだから分かんないでしょ一見仲良さそうでも。 こう実利が伴う環境うを考えるといろいろあるんだよやっぱりこの人の世ってよしこの均衡するエネルギー磁場を快活に消化させますいきましょう 陰を燃やしようとしようは揮発し行こしそしてまた陰をなすう<ー>これ生命無限の波動の波紋のはおお <laughs> ああ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  うん、エッジが立ってる若い美学エッジいいねふ結構私もフィギュア占ってきましてねだん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 詳しくなってきてますどん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 こう、ね、知識がだんだん自分もなんかフィギュアに対する感度が高まってきてますね 皆様のリクエストのおかげですありがとうございますさていかがでしたでしょうかコメントいいねそしてチャンネル登録またそしてリクエストいつもいつもありがとうございます力になっていますチー骨肉チー骨肉と力になっていますありがとうございます 今回もご視聴ありがとうございました。リッキータロット、リッキーでした。それではまた。バイバイ。